本日のマッチはバルセロナ対 MD ホワイトカンプノウよりお届けしてまいります。さあ選手入場です。バルセロナはこの試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、はい。まあ、4-4-2 のフラット型、ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね。なるほど。まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。なるほど、サイドバックの上がりが重要ですね。そうですね、またその上がるタイミングというのがすごく重要になってくるんですよね。なるほど。まあ、常にこう守備を意識しつつ、中盤が前を向いた時にタッチライン際を一気に駆け上がる、はい、サイドアタッカーにならないといけないですよね、そのタイミングが体に染み込んでいるサイドバックこそ相手にとって怖い存在になってきますよね。なるほど。そろそろ試合が始まります。バルセロナのキックオフでスタート。バルセロナ対 MD ホワイト、エキシビションマッチが始まりました。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。ラキティッチからスペースに出る、クロスを上げる、頭で来た、さらにタップ、止めた、さらに来る、なんと止めた。ちょっとミートが足りないというシュートでした。こぼれた前の反応は早かったんですけどね、これは決まりませんでしたね。バルセロナチャンスを迎えたシーンがありました。イスコ、ここでルーズボール、危ない、ジョルディアルバからの折り返し、触らなかったか。ジョルディアルバ、非常に攻撃に参加することが多い選手です。ジェラール・ピケ、これは通しません。メッシからルイス・スアレス、サイドのスペースを使います。来たぞ、来た、チャンスだ、シュート、なんと止めた。トリクロースから縦へ長いボール、MD ホワイトとしては先ほどからサイドの活性化が目指しますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、頭だ、防いだ、イスコ、縦へのボール、これはつながりません。モドリッチ、さあカウンタースピードを上げたいところ、モドリッチからクリスティアーノ・ロナウド、イスコからベンゼマ、ラキティッチ、スルーパスを出す、ここはキーパー処理しました。パウリーニョ、トニクロースからクリスティアーノ・ロナウド、自分で行く、トニクロースからサイドのスペースへ、おー、いい形じゃないですか。さあシュートに行くのか。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バルセロナとしてはシュートもポゼッションも悪くないんですけどもね、
はり最後のところ決めきれていない状況になってますよね今の調子。さあシュート来た先制。バルセロナから先制点を奪います。素晴らしいボールコントロール、ゴールに吸い込まれるようなシュートでしたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。そうですね、ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね、イメージ通りじゃないでしょうかね。なるほど、タッチのあるゴールが決まりました。スペースへ出す、抜けた。さあルイス・スアレス抜けてくる、自分で行く。カゼミロ、バルセロナとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。クリスティアーノ・ロナウドからアーチのようなパス、MD ホワイト、これは奪い返します。カゼミロからベンゼマ、イスコ、裏のスペースを狙う、フリーだ。フラッグは上がっていません。倒されます。これはペナルティーエリア内。いやー、やってしまいましたね。バルセロナこれは大ピンチです。厳しい状況になりましたね。イエローカード、デアシュテーゲン、しのいで次につなげたい。冷静に押し込みました。読み勝ちですね。しっかりキーパーの逆をついてきましたからね。得点を重ね2対0という展開。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。マルセロからベンゼマ、メッシ、裏へ届くか、フリーだ、打てるか、シュート。いやいや、ナイスセーブ。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたね。この難しいボールによく触りました。バルセロナはコーナーキック2本目、 MD ホワイト、まだコーナーはありません。ミドル、守護神触る。これは素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これバルセロナは今日3本目のコーナーです。MD ホワイト、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。クリスティアーノ・ロナウドへのボール、右サイドへ振って左サイド上がってきます。柔らかいボール、本当によく触りましたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。バルセロナ入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。長いボール縦へ、さあどこに出してくる。おっと、ルーズボール、裏へのスルーパス、トニクロース。ここで笛、前半が終わりました。バルセロナリードを許したまま前半を折り返す結果となりました。どうしても引かされるシーンが多かったので、もうちょっと後半は攻撃的に行きたいところですよね。ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半キックオフです。まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね、はい、そうすると試合は全然分からなくなりますからね。そうですね、
カゼミロ、バラヌ、トニクロース、ルイススアレス、裏のスペースへ。このボールはカットされます。セルヒオラモス、イスコ、組み立てながら攻め上がっていく。ゆるく狙ったボール、おっと、いいボールでしょ。このスルーパスは通りません。バルセロナはここでベンチに動きがあります。さあシュートに行けるか。クロスを選択、大きく縦へ。ルイス・スアレス、さあチャンス作れるか。プレッシャー、レフリー笛は吹きません。イスコ、パウリーニョからルイス・スアレス、抜けてくる、収まった、フリーだ。イスコ、長いボールを送ります。ボールはメッシへ。イニエスタ、セルジロベルト、MD ホワイトとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたシュート、触れた、いやファインセーブでしたね。いやあの位置からのシュートよく止めましたよね。ファインセーブですねこの場面でスーパーセーブです。セルヒオ・ラモスから長いボール縦へ。セルヒオ・ブスケツ、ラキティッチが厳しいプレッシャーに先ほどからさらされていますね。そうですね、相手はマンマークというよりかは守備のブロックを組んだ。シュート、残ってまだ守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。パウリーニョサイドへ、サイドを縦に走らせます。上げる、ハット、スアレス、バルセロナ5本目のコーナーキック、ディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。ここは先に触ります。バルセロナ、モドリッチ、ボール入りましたよ。ここで受けて、さあ中はいる、裏へのスルーパス、メッシからこのフィードパス、来た、カオス、防いだ、素晴らしい反応でした。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。このピンチよく防ぎました。バルセロナは今日6本目のコーナー、
リスティアーノ・ロナウド、縦にボールを送ります。激しいボールの奪い合いです。ラキティッチ、ここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。届くか、チャンスを演出できるか。バルセロナ、同じようなチャンスが続いています。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってますからね。そうですね。バルセロナはここで選手を変えます。イエローカード1枚もらってますからね。ルイス・スアレス、ロングフィードで狙う。MD ホワイト奪い返します。さあベンゼマ、ルイス・スアレス、ラフィーニャ、足元大事に行きます。メッシー、バルセロナがホームでのこの絶好機、決めておきたいところでした。ちょっと判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいところですね。メッシ、この選手はドリブルが上手いですよね。そうですね、個人で1枚剥がせるのは相手にしてみれば怖いですよね。トニクロースから大きく縦、ベンゼマ、この位置で受ける、ルーズボール。クリスティアーノ・ロナウド、カウンターを仕掛けていきます。またファウルか。終わりました。ボールの奪い合い、激しいものがあります。ルーズになる。モドリッチ、スルーパス、チャンス抜けた、抜いた。さあどうする、このパス、おっとどうだ、シュート。ディスコ、カルバハル、メッシと、これはつながりません。トニクロース、ディスコ、時計を見ながら長いホイッスル。2対0バルセロナ敗れました。これは残念でしょう。名勝負、ここに幕を引きます。さあ試合が終わりました。バルセロナとしてはとにかく悔しいでしょうね。他のチームに負けるのとは気持ちが全く違うでしょうからね。まあまたこの次の対戦に期待したいですね。そうですね。